ということですね、あとはまあ堂上兄弟ですからね、今日の松井裕介もそうです、それから平田もそうです、もっともっとやっぱり確実性が出てきて、チャンスをいっぱいもらってるんですけどね、そういうことなんですよね、なかなかね、はい、チャンスもらっていきませんからね、はい、一方のベイスターズはこのオーダーを見るとやっぱりもちろん若返り、それからやっぱり足を使った野球をやりたいという意図はありそうですね、そうですね、はい、やっぱ球場も広いですしね、やっぱり足が使えるというのは大きいですよ、反対ドラゴンズはね大島ぐらいですからね、そうですね、使えるのはね、今日は始球式 SKE48 から高柳茜さんの始球式が今行われました。昨日が金さん銀さんの銀さんのお嬢さんたち4人組ということで、昨日とはえらい平均年齢違うんですけどね、今日はね3人合わせても1人にも満たないんじゃないですか、ね、そのぐらいの感じですね、そうですね、はい、まあ、こうしていろんな工夫がされてて楽しいですね、はい、長谷堂も考えてますよね、そういうことですね、はい、さあゲームの方は今日は山内